M53-59 プラガは1950年代の後期に開発されたチェコスロバキアの自走式対空砲である。本社はかなりの回収を施したプラガ V3S6 輪駆動トラックの車体から構成された。また、本社は 30mm 連装対空機関砲を後部に搭載し、弾薬は通常900発を携行する。 各方への球団は50発入り断層から弾丸の自長で行われる。車体のキャビンは走行されている。チェコスロバキアにおける本社は、プラガ PLDVKVZ5359 ジェスター化として知られる。PLDVK は、プロティラト・トラビ・ディバジカナンの略であり、連装対空機関砲の意を表す。標準システムは、光学標準である。これは、 日中の良好な気象状況下においてのみ、効果的に使用できる。機関砲は取り外して、車両から独立して使用することも可能である。チェック VZ5359 ジェスターカ本社は、現在旧式な装備であるが、非走甲の目標、または、程度に装甲の施された目標に対する、対地支援兵器としては有用である。例としては、 ユーゴスラビア紛争での運用が挙げられる。本社は、チェコ共和国、エジプト、リビア、スロバキアの各軍及び旧ユーゴスラビア軍において、現役で用いられている。チェコスロバキアは、試験目的でソビエト連邦製の10-57-2を輸入したが、この車両は M53、59に相当すると考えられ、チェコスロバキアが、 ソビエト製の自走式対空砲を拒否した理由となった。ありがとうございます。